はい、皆さんこんにちは。はい、甲先生と正志先生のソロバンチャンネルですということでですね、まあ今日もZoomで、お話をしていますけれども、まあ今日のテーマはですね、もう今コロナで大変なんですけども、1年後ソロバン界どうなってるかとかっていうことをね、まあちょっと、まあ正志先生おいくつでしたっけ？僕は20歳です。20歳ですね。はい。もうね、若いですからね。はい、最近お酒が飲めるようになって、でもなんかね、誕生日いつでしたっけ？誕生日は、12月4日なので。12月4日です。皆さん覚えててくださいね。ね、で12月4日にもう一回 YouTube やりましょうか、みたいな。僕が覚えてたら、みたいな。なんでやねん、みたいな感じなんですけども。はい。ということで、今でも、まずね、大学生ですけれども、結局、東工大って、ね、今、東京工業大学行かれてますけど、いつ、どのように始まるんですか、授業。5月の4日からですね。5月の 4日？はい。あ、じゃあこれ多分放送してる日にはもう多分始まってるのかな。4日って普通に休みの日ですよね。はい、そうです。はい、え、月曜から、まあ、祝日とか関係ないんだ、はい、今。あ、もう、日程がキツキツなんで、もう祝日も全部やってみたいな感じなるほどね。やっぱりその、はい、なんていうのかな、その国立とかだとやっぱり回数が決まってるとかあるんですかね。はい、はい、そうです、そうです、そうです。はあ。で、5月4日からやって、テストとかどうなるんですか？テストは多分ないんじゃないですかね。ないのね。はい。それだったらまあ、いっか、みたいな。そうですね。多分全部レポートに変わるんじゃないかなと思ってます。ああ、レポートはお得意ですか？レポート、まあどっちもどっちですね。テストで。でもあれですよね。だって理系ってことはやっぱ実験がどうなるんですか？実験自体。あ、実験は、次の学期に繰り越しみたいな感じ。はあ。でも毎日実験三昧の。それこそね、なるかもしれないですね。いや、大変、ね。もしかしたら夏休みに入るかもしれませんけど。ああ、まあ本当に夏休み今もうね、なくなっちゃうって感じですね。で、あと、ね、ちなみに、ほら、最近、はい、ほら、9月入学とか、9月新学期とかっていう話がありますけど、はい、どう思います？実際、学生の身分として。僕なんかはもう適当なこといろいろたくさん言えるんですけど、9月はどう思う？僕も いいと思うんですけど、うんうん、今すぐに帰るのはやっぱり難しいと思いますね。ああ、じゃあ来年とかだったらまあ。まあ来年とかだったらギリ多分間に合うんじゃないかなっていう感じですけど。でもいろいろずれちゃいますよね。それこそだって大学院とかに進むんであれば、なんかその上がるためのなんかね、ものがあるけど。ああ、はい、院試がありますね。そういうのは、ね。そこら辺は別に半年遅らせるだけでなんとかなるんじゃないかな。そっかそっか、遅れるから別に問題はないのか、はい。なるほどね。はいはいはい。というわけで、まあこんな感じで大学もいろいろ変わっているわけですけれども、はい。はい、ソロバン界ね。はい。で、もともとほら、横浜スタジオ、まあ我々アバカスタジオというところでね、いて、はい、横浜スタジオをオープンするのが3月の予定でしたよね。で、まあ、ね、全くコロナでいろいろ、ね、大変なことになってしまい。本当にそうです。結局今、どんな感じになってます？今は、オンラインベースで、うん、切り替えるって感じにしたんですけど、うん、時間は変わらず水曜日と土曜日で。あ、なるほど、なるほど。で、マンツーマンの、Zoom で、授業を行うっていう形にしました。で、実際に、例えば、はい、ほら今休みの期間にオンラインとかで授業を、ね、もうしているんですか？あ、そうですね、単発では、1回ありました。はい、どんな感じでした？ Zoom で1対1で。Zoom で1対1、あ、そもそも1対1っていう状況だと、何、うん、て言うんでしょう、その賑やかさっていうのはやっぱり感じないですね。あ、まあ、結構、まあ、真面目っちゃ。いや、いいことですよね。はい、で1対1で見てとかで、ほら他にも今うちのソロバン教室で算数の講座を持ってもらってますけど、はい、例えば算数とかだと1対今何人が最大な感じですか？そう、1対3ぐらいでやって、うんうん、1対3と1対1だとどんな感じで違うとかあります？そうですね、いや、ソロバンと今算数でちょっと違うんですけど、うん、どっちが教えやすいとかある？ズームZoom を使ってソロバンの方が教えやすいとか算数の方が教えやすいとかってそんなのあります？あ、それは算数の方が教えやすいですね。やっぱりとか言って、はい、いやそっかそっか。じゃあ算数は非常に Zoom と相性が、まあ、相性はいいと思います。うん、まあ、中にはその算数塾もう授業終わってるんですけど、うん、対面とその映像だったらどっちが分かりやすかったみたいなの聞いたら、うん、映像って答えた人もいたので。へー、うん、なるほどね。うん、でも必ずしも全員が映像とか全員が対面とかっていうわけじゃなくて、それぞれ割れましたけど、はい、
まあ、どっちも必要っていう感じですね、結局ね。はい。まあ、今はね、しょうがないですけどっていう感じで。はい。というわけで、オンラインで、まあ、ベースにして、で、オンラインベースってことは、基本ずっと、まあ、オンラインっていうことですか、はい、うん。けど、オフラインも、まあ、月1回程度やっていこうかなと思っています。うん、が、まあ、今こんな状況なので、うんうん、まあ、オフラインの予定はしばらくはないんですけど、うんうん、まあ、ゆくゆくはまあ少しずつやっていけたらいいなと思っています。はい、で、まあ、こんな感じで、まあまあ、若い人なんかはオンライン普通に始めると思うんですけど、はい、まあ、その段階ってまあご存知の通り、ね、70歳、80歳ぐらいの先生が多い中で、まあ、オンラインってできるのかなみたいな僕は疑問があるんですけど、来年とか、ね、本当それこそ1年後のソロバン業界とかでね、昔我々ここでね、あのソロバン教室で5年後とか10年後の話してましたけど、まあもう全然様相が変わってしまって、もう1年後って言ったらどうなると思います、ソロバン教室。いや、そもそも経済そろそろ回すんじゃないですかね。あーって回してくれないと、あの僕も、そう、回してくれないと困りますよね、本当。いや、もう専門家会議に経済に詳しい人がいないっていうね。そうですよね。そこはね、ちょっと、まあ、言ってることはわかるけど、そろそろでも、いろいろ皆さん、だって日本で言ったら、結局、その、経済が落ち込んだときに、例えばその自殺者が増えるとかっていう相関は、やっぱり、日本はやっぱりすごく強いわけじゃないですか。ね、それはやっぱり若者もそう思ってる感じですか。はい、そうですね。いや、本当、それを思ってます。あ、そうなんだ。なんでまたそれはそう思ってるの、はい、それはなんででしょうかね。なんだろうね。普段から何、結構国会中継とか見ます？いや、別にそんな見ないんですけど。見ないの？僕結構最近見るんですけどね。いや、見てると意外と面白いんだけど。はい、うん。なんか、いや、その横浜スタジオをその開こうと思ってから、うん、なんかちょっと、そのお金に関することに興味を持って。うん、うん、すごいいいことです。だから、うん、結構その中小の事業者とか、そういうのになんか関心がすごいいって、うん、そういう人たちの意見を聞くことによって、はいはいはい、そういうアプローチもあるんだな、みたいな。うんうんうん、ね、だからそういったことでね、まあ、我々がまた投票してとかってなるんでしょうけど、まあ、しばらく選挙もね、なさそうですけど ね、まあ、僕なんか東京都都民なんでね、都知事選が一応、ね、まあ、ある予定ですけれどもね、うん、そうだから、まあ、なんていうのかな、結局、まあ、まあ、これはね、いろんな意見があると思いますけど、例えばやっぱり10代20代とかだったら、まあ、そこまでそれほど死者数が多くないとかね、はい、っていうやっぱりらしいですね。ね、そういったデータもしっかり一応あるといえば今のところあるわけじゃないですか。はい。うん。だからやっぱり段階的にね、できるところはね、そう。行くべきなんじゃないかなっていう気は。はい。しますよね。なんかもう、大きなイベントとかはやっぱり難しいと思うんですけど、うんうん、まあ、ちっちゃいイベントとかはね、なんかイベントっていうか、その、普通にその、そろばん塾とかは再開してほしいかなとは思う。うんうん、ね、まあ、何人以下とかね、やっぱりそういった、ね、まあ、なんか基準をやっぱり設けてねっていう、はい、うん、感じはしますけど、とりあえずはなんか今取ってる時点ではまあ5月末までにはなんか緊急事態宣言が伸びそうということで、そうするともやっぱり企業がね、はい、たくさん潰れるであろうというかもしれません、ね、どれくらいそろばん塾減っちゃうんだろうねって思いません？ああ、そろばん塾っていう形態、そういうスタイル自体がなくなる可能性もありますけどね。どうだ、そこまではいかないような気がする？SNS を見てる感じでは、オンラインに切り替えてるところも結構あるなっていうのは、うん、じゃ あくまであれって SNS やってる先生ですか？そうです、SNS やってるだけなんですけどね、はい、SNS やってる先生がそもそもそんなに多くないっていうのがそのソロ番会ですから ね、 ね、ってなると、まあ逆に言うと若者にはチャンスが来るのかなっていう気もしますけど、うん、どうですか、追い風？追い風っちゃ追い風ですね。いや、その今初歩 の解説動画って、うん、ソロバンの先生で挙げられてる方って結構いるじゃないですか、うんうん、います。それを見て、その初歩は自分で勉強して、うん、そこから塾に入るっていうやり方もあるんじゃないかなと思って、うんうん、まあ本当に今おっしゃる通り、 YouTube ではいろんな先生が、まあね、自分の生徒用に作ったものを、まあ、そのまま公開するケースもありますけれども、まあ、それで結構勉強してますっていう人は確かにこのチャンネルの中にもいて、はい、うん、結構学びましたみたいな人もいるんですけど、はい、ただやっぱりその動画だけででもどうですか、足りるっていう気はしますか、そろばんを習う上において。ああ、そうですね、やっぱり演習量がどうカバーするかっていう問題がありますね。動画はやっぱり短いので、
基本のところしか触れないので、うん、そこを、なんていうんでしょう、例えば、文章題で3口、4口の問題を、うん、自分で解くっていう段階までいけば、その動画と合わせて、きちんとした勉強ができると思うんですけど、うん、動画だけのやつだったらちょっと難しいかなと、うん、やっぱりその動画だけっていうふうになると、僕はもう個人的なものには、やっぱり、例えば大人とか、はい、高校生、大学生ぐらいになったら、もう自分でできるのかなっていう気がしますけど、やっぱり低学年とか幼稚園のことやっぱ限界あるよなっていう気がするんですけど、その辺どうですかね。そうも、そんな感じはない気がする。いや、僕はなんとかいけるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、そうなんですかね。ちょっと現場の先生とかちょっとかなわないので、うん、僕はいけるんじゃないかなと思ってます。あなるほどね。動画、そっかそっか、一人で見てもいける可能性は十分。はい。まあ、保護者の方の、ね、えるからね、やっぱり、支えっていうのは結構あると思うので、動画を見て、保護者の方も理解してもらったら、うん、結構スムーズにいくんじゃないかなと思ってますね。うん、まあ、でも、隣に保護者の方がやっぱりいないとなかなかっていうところはあるよね。そうですね。やっぱりオンラインもそうですね。うん、機材がそもそも整わないみたいな。そういう問題がありますから、うん、今はね、保護者の方がまだ家にいて手伝ってくれてますけど、例えばオンラインをベースにしたときに、はい、やっぱりね、子供がいかに、まあ、使いやすい、まあね、その UI とかユーザーインターフェースがね、生まれてくるとね、きっとなんかいいのかなっていう感じがしますけどね。本来だって Zoom も本来は会議用ですもんね、実際ね。なんか僕もそんな3ヶ月前まで知らなかったです、もんね。いや、僕もだって全然知ってはいたけど使ってなかったっていう感じ。うん、それでもなんか講習会やってくれって言われて、先生のためになんか講習会やるっていう、僕も皆さんと同じぐらいの知識量なんだけどみたいな感じのところはね、ありますけれどもね。はい。ということで、まあ1年後はね、まあオンラインに切り替わってるんですかね、結構なところが。ああ、どうですかね、僕は切り替わってないと思う。切り替わる割合はどれくらいだと思います？今のスロバン教室が。いや、あんまり切り替わらないと思いますね。ああ、それはなんでなんで？やっぱりオフラインの方がやっぱりそれは教えやすいというか、うんうんうん、授業の質は高いので、うんうんうん、まあけど今オフラインでそのちゃんと100人とか200人とか生徒さんがいらっしゃるところではやっぱりオフラインがベースに なるんじゃないかなとは思ってますね。うん、ああなるほどね。いやいやいや。やっぱ新しく始める人ってまあ自分みたいにちょっと若い人とかやったらだいぶ若いけどね。固定費とかは結構抑えたいって思っちゃうので、うん、いやだからそういう意味ではね、本当固定費を抑えるっていう意味では本当にうちのそろばん教室とかもそうで、結局だからこれからって別にどこでやってもいいわけだよね。で貸し会議室なんかあれば別に正直できるわけだし、うん、まあ正直決まった場所っていうよりかは、まあ、それで例えばオンラインでやってオンラインで見て、まあ、動画出しているのであれば、それを見たことによって、例えば分からないところを、例えば今日はじゃあ、分かんないけど、東京都のなんか文京区の方でこういう講義をしますとか、特別講義やりますとか、神奈川県横浜市で講義やりますとか、なんかそういった形もなんかできるんじゃないかなっていうふうには。そうですね、やっぱり融合の形に進んでいけるのかなっていうのは思ってますね。ただ今オフラインでやってるところはやっぱりオフラインで続行するんじゃないかなと思ってます。ああなるほどね、うん、まあ本当教えやすいですけどね、その方がねみんな集まった方がね、はい、だからまあそれをぜひオンラインでもねオフラインを上回るようなものを、はい、正志先生に作ってもらって、はい、そしたらもうね本当坂ね国境をまたぐとかもう全然関係なくね世界中の人が学べるようになりますから、はい、ぜひそれも含めて、はい、来週からの授業頑張ってください。まずは学生でしたっていう話。そうです、学生ですよ、ね。はい。ということで、はい、本日は正志先生に、ね、お越しいただきましたって、来てもらってないんですけどね、別に。ズームなんでね。はい。まあ、ズーム本当便利ですけどね。はい。というわけで、まあ、皆さん本当コロナに負けず、なんとか、はい、残っていきましょうということで、はい。1年後も残っていますように。はい。はい。それでは皆さん、どうもありがとうございました。またこのチャンネル見てくださいね。はい。さようなら。